皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの竹見です。今回は今すぐスマホを捨てろ、デジタル中毒という名の恐怖と題しまして、科学的に私たちはデジタル断食をして人生を取り戻さなくてはいけないんだということを解説していきたいと思います。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。1限で今すぐデジタル断食を実践すべき科学的な理由について、2限でデジタル断食を実行する方法について解説していきたいと思います。それでは早速、1限の今すぐデジタル断食を実践すべき科学的な理由から解説をスタートしていきましょうか。さて、テクノロジーの発達が目覚ましいですよね。そのおかげで私たちは指先を少し動かすだけで世界中の情報にアクセスすることができ、世界中の人々とつながることができるようになりました。一昔前では考えられなかったこの利便性に世界中の人々は熱狂するようになりました。しかし、どんなものにも光と影の部分があるんです。皆さんは前まではできていたのに、最近なんだか集中することが難しくなってしまったなとか、なんだかいつも疲労感に悩まされているとか、なんだかいつも焦燥感に駆られているといった症状に悩まされてはいないでしょうか。また慢性的なストレスに悩まされていないでしょうか。それはあなたがデジタルデバイスに支配され、デジタル中毒に陥ってしまっているからかもしれません。ですから、デジタル断食をしてみませんかというのが今回の動画の提案になります。あまりにもたくさんのアプリやウェブサイトがキラキラと光を放ち、朝から晩までユーザーの注意を奪い合い、私たちの気分に影響を及ぼしています。絶え間なく提供される面白そうなコンテンツ、絶え間なく押し寄せてくる私たちの興味を引きつけるアプリの通知、メッセージの通知、こういった私たちを魅了するものがポン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 次々と出てきている状態を、時間術大全というベストセラー本の著者であるジェイク・ナップとジョン・ゼラツキーは無限の泉と呼びました。無限に湧いてくる魅力的なコンテンツや情報を前に、今や世界中の人々がデジタル中毒に陥っております。中毒というと、通常薬物とかアルコール中毒などをイメージするかもしれませんね。しかし、人々はほとんど何にでも中毒になる可能性があるということが分かっているんです。そして今や世界中の多くの人々はスマホをはじめとしたデジタルに完全に中毒しております。世の中がいかにスマホ依存症なのかを分かるデータがあるので、少しそれらを紹介しておきましょうか。ネルソンカンパニーの調査によると、米国の平均的な成人はメディアを聞いたり見たり読んだりやり取りしたりするのに1日約11時間を費やしているということが分かっています。また別の調査では、10代の若者の 50% がモバイルデバイスに夢中になっていると感じていると報告しております。さらに10代の回答者のなんと 78% がデジタルデバイスを1時間ごとにチェックしていると答えています。皆様はどうでしょうか。少し自分の状況と照らし合わせて考えてみてほしいと思います。さらにある有名な調査によると、次のようなことも分かっているんです。人が1日にスマホを確認する平均回数はなんと110回である。 56% の人が寝る前にスマホをチェックしている。 75% の人が起きてすぐスマホをチェックする。 61% の人がスマホをすぐ横か枕の下に置いて寝る。休暇中に 44% の人が仕事のメールをチェックする。50% の人が家にスマホを忘れたら不安に感じる。さて、いかがでしょうか。自分も例に漏れず当てはまっているなぁと感じた人も結構いるのではないでしょうか。これだけ多くの人がデジタルに中毒しているわけですから、私たちも同じように中毒していたとしても何の不思議もありません。そしてそれはある意味仕方のないことでもあるんです。それはスマホや SNS やアプリを作った人がそもそも僕らを中毒にするようにそれを設計しているからであります。
彼らからするとですよ、自分の SNS を長時間使ってくれるユーザーを増やしたいですよね。自分のアプリを長時間使ってくれるユーザー増やしたいですよね。そうすればたくさんの広告を見せることができたり、アプリの認知度が高まったりして儲かるからでございます。だから人間の性質というものをしっかりと理解して、中毒に陥るようにそれらを設計しているというわけなんです。SNS やアプリなんて世界中の天才が本気を出して作っているわけですから、僕らが中毒になるような仕組みを作ることなんて簡単にできてしまうんです。ではその人間の性質とは一体何か、なぜ僕らはデジタル中毒になりやすいのか、これは古代を考えてみればとてもわかりやすいです。古代人は情報の入手とコミュニケーションの有無がまさに生きるか死ぬかを分けているような状況にありました。例えばライオンに噛まれた時にどのような薬草をつければ傷が治るのか、あるいは獲物に襲われにくい場所はどこか、そしてどこに行けばいつも果物がなっていて収穫できるかといった風に、厳しい環境を生き抜くには効率の良い情報収集というものが絶対に欠かせず、人類の脳は新しい情報や対人コミュニケーションに快感を覚えるシステムが出来上がっていました。新しい情報や対人コミュニケーションに快感を覚えるように脳をプログラミングすることで、利己的な遺伝子は個体の生存率を上げて自分の遺伝子を増やそうとしていたわけなんです。そしてその脳の構造というのは現代を生きる私たちでも変わっておりません。昔情報の入手とコミュニケーションの有無が生きるか死ぬかを分けていた時代と同じように、新しい情報や対人コミュニケーションに快感を覚えるように私たちの脳は現代でもできているんです。そしてネットと SNS はこの快楽システムを刺激するんです。というか刺激するように作ってあるわけです。ネットサーフィンや YouTube をブラージングしていたらわかると思いますが、どんどん新しい情報がクリック一つで手に入り、そして SNS のアプリを開けばいつでもどこでも誰とでもコミュニケーションが取れてしまう、こんな状態は進化の過程では存在しませんでした。まさに私たちの快楽システムにとっては異常事態と言えるでしょう。つまりワンクリックしたり何回かタップするだけで新しい情報、対人コミュニケーションといった報酬が得られるわけですから、僕らはどんどんそれに夢中になっていってしまうわけなんです。 SNS でピロリンと通知が来るたびに僕らの脳にはドーパミンが放出され、気持ちよくなっているんです。こんなお手軽に快楽を感じられるわけですから、なかなかやめられない、すぐに中毒状態に陥ってしまうというわけなんです。しかし中毒状態というのは一旦依存しているものから離れれば治るということが分かっております。ですからデジタル中毒を治すには一定期間デジタルを捨てる、デジタル断食が必要になってくるということです。その具体的な方法は2限で解説するとして、ここからはもう少し僕らがデジタルに夢中になりすぎることによってどんな悪影響がもたらされるのかということについて紹介していきたいと思うんです。最もわかりやすいのは集中力の低下でしょう。勉強をするときも、リモートワークで家で仕事をするときも、スマホが気になって集中力が途切れてしまうという人は結構いるのではないでしょうか。そして一旦途切れた集中力を回復させるには多くの時間が必要になるということが分かっています。10分おきにメールチェックとか LINE チェックをしている人いませんか。こういった人はプツ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 集中時間が細切れに分断されているので、生産性が圧倒的に低下しております。そして大抵本人は生産性が低下しているということに気づくことができません。実際にスマートフォンが目の前にある状態よりも手が届かない状態だと生産性がなんと 26% も向上するという研究結果があります。ある研究によると、スマートフォンが目の前にあると作業の生産性が低下することが明らかになったんです。この実験では19歳から56歳の95人を対象にスマートフォンを作業机の上に置いた状態、
スマートフォンをポケットやカバンに入れた状態、施錠した箱に入れ、机の上に置いた状態、部屋の外に出した状態という4つの異なる状況下で、参加者の生産性がどのように変わったのかということを調べたんです。その結果、スマートフォンを作業机に置いた時に最も点数が低く、参加者とスマートフォンの距離が離れるほど点数が上がり、スマートフォンを部屋の外に出した状態では、作業机の上に置いた時よりも生産性が 26% 向上するという結果が得られました。つまりですよ、スマートフォンが手元にあることではなくてないことによって集中力が向上するというわけでございます。ですから皆さんも作業をするときはできるだけスマートフォンから距離を取るようにいたしましょう。また別の研究によると、スマートフォンをサイレントモードにしてポケットに入れておくだけで記憶力と集中力が低下するということが判明しております。具体的にちょっとだけ内容を言うと、大学生500人の記憶力と集中力を調査すると、スマホを教室の外に置いた学生の方がサイレントモードにしてポケットにしまった学生よりも良い結果が出たということが分かったんです。要するに、たとえサイレントモードであったとしても、スマホがポケットに入っているだけで集中力が阻害されるということなんです。ですから私たちがデジタル中毒による集中力の低下を避けたいと思うのならば、できるだけスマホから物理的に距離を取るという方法が有効だと言えます。よくある方法としましては、会社から帰るときに会社のデスクの引き出しの中にスマホを置いて家に帰るという方法があるでしょう。こうすると、家に帰ったとしてもスマホが物理的に手元にありませんから、触りたくても触ることができない。その結果、家に帰ってからスキルを上げるための勉強などに集中して取り組めたり、リラックスできる時間を過ごせるというわけなんです。あるいは車を持っている人ならば、家で集中したいときは車の中にスマホの電源を切って入れておくという方法も素晴らしいと思います。さて、ここまではデジタル中毒の悪影響として集中力の低下について解説してきました。しかし問題は集中力の低下だけではないんです。次はテクノロジーがストレスを私たちにもたらしているというお話をしていきたいと思います。多くの人はスマホなどが手元にないことをストレスだと感じると考えがちですが、実はスマホなどのテクノロジーを使用することでストレスがもたらされてしまうということが分かっているんです。アメリカ心理学会の調査では、米国の成人の5分の1、約 18% がテクノロジーの使用を人生の重要なストレス源として挙げているんです。このストレス源の大部分は電子メール、テキストおよびソーシャルメディアをチェックし続ける必要性、さらには常にデジタルに接続しているということからもたらされていたんです。またスウェーデンの研究者が実施したある研究によると、若年成人のテクノロジーの多用は睡眠の問題、抑うつ症状、ストレスレベルの上昇に関連しているということが分かりました。またある研究によると、毎日テクノロジーをたくさん使用することによって青年期の精神的健康問題のリスクが増加してしまうということも分かっております。さらにペンシルベニア大学の研究者は、最近 Facebook、Snapchat、Instagram などのソーシャルメディアサイトの使用を幸福の低下に結びつける最初の実験的研究を発表いたしました。この研究の結果分かったことは、ソーシャルメディアの使用を制限するとうつ病や孤独な症状が軽減されるということであります。まあね、ちょっと連続的にごちゃごちゃとデメリットを述べてしまいましたが、おそらく皆さんもデバイスとかテクノロジーや SNS やアプリを使いすぎることでストレスがたまるというのは実感していることではないでしょうか。またこれらを使いすぎることによって幸福度が低下しているということもなんとなく実感できているのではないでしょうか。あまり実感がないよという人も、一度デジタル断食をすることによってデジタルから距離を取ることで、ああなんだ、こんなにも幸福度が上がるんだ、こんなにもストレスが減るんだ、
こんなにも集中力が回復するんだということを実感できると思いますので、一度やってみることは非常に価値があると思います。その具体的な方法については2限で詳しく解説していきたいと思います。それではこの辺で1限の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、謎の集中力の低下、疲労感、焦燥感などはデジタル中毒が原因かもしれない。絶え間なく魅力的なコンテンツが提供される無限の泉を前にして、世界中で多くの人がデジタル中毒に陥っている。ポイント2、私たちの脳は進化の過程で新しい情報や対人コミュニケーションに快感を覚えるようにプログラミングされており、ネットや SNS はこのシステムを簡単に刺激するため、簡単に私たちはデジタル中毒になる。ポイント3、デジタル中毒の悪影響1、集中力の低下、2、ストレスの増加。それでは次2限でデジタル断食を実行する方法について解説していきたいと思います。さて1限では多くの人がデジタル中毒に陥っているから、デジタルから距離を取るデジタル断食をすることで集中力を取り戻すことができたり、焦燥感がなくなったり、ストレスが減ったり、幸福感が増すんだよということをお伝えさせていただきました。これらの効果を実感していただくために2限ではデジタル断食のやり方について解説していきたいと思います。デジタル断食などと言ってしまうと少し大げさですが、日常生活の中でデジタルをオフにする時間を増やすということがポイントになります。本当の断食のようにデジタルを完全に遮断してしまうというのは少し現実的ではないかもしれません。仕事でどうしても人と連絡を取らなくてはいけないんだという人もいるでしょうし、完全に遮断するのはさすがに厳しいよという人も多いでしょう。ですからまずは日常生活の中でデジタルをオフにする時間を徐々に増やしていくという緩やかなアプローチを取るのが有効だとされています。だからまず手始めにスマホを触る時間や SNS をチェックする時間や回数を決めておくというのが良いでしょう。例えば LINE のチェックは昼休みと仕事終わりの2回だけにするとか、そんな風に自分でデジタルを使用する制限を設定するのが良いでしょう。最初はチェックしないことによって何か重要な情報を取り逃してしまうんじゃないかと思って、あなたの脳は不安に感じるかもしれませんが、少しずつ中毒症状が和らいでいって、あなたの脳は正常な状態を取り戻し、スマホを触らなくても平気な状態へと変わっていきます。デジタル断食を実際に実行した人の多くは、一旦断食をすると気持ちよすぎてやめられないよと言っているそうです。またスマホや SNS をチェックする時間や回数を決めておくという他に、運動や食事の間は絶対に触らないなどと決め、デジタルを触らない時間を決めるというのも良いでしょう。例えばジムに行くときはそもそもスマホを持っていかない。ジムの休憩時間にみんなスマホをいじっていますが、ジムの時間をデジタル断食の時間に当てるわけです。さらには友達と会う時間はスマホを触らない時間にするというのも良いでしょう。友達と会っているときはスマホをマナーモードにして少し遠ざけておき、一緒にいる相手に集中しようとすれば、これまで以上に一緒に楽しい時を過ごせるはずであります。そして私が行っている中で最もおすすめなのが、寝る2時間前からスマホを触らないということであります。12時に寝る人ならば10時にアラームをセットしておき、アラームが鳴ったら強制的にスマホを車の中に置いてきたり、自分の郵便受けの中に入れておいたり、あるいは玄関先の靴箱の中に電源を切って入れたりするんです。そして寝る前の2時間は睡眠のためにもデジタル断食をする時間に当てるんです。これで確実に睡眠の質が上がることは間違いありません。ではでは次にデジタル断食を実行する方法として紹介したいのは、デバイスの魅力をなくすということであります。デバイスは色鮮やかでキラキラしていて、さまざまな通知を絶え間なく私たちに送ってきて、魅力的だからこそ私たちはそれらを触り続けてしまうわけですから、魅力をなくしてやればいいんです。具体的に言うと、デバイスの画面をモノクロにし、プッシュ機能をすべてオフにし、 SNS アプリのような魅力的なアプリを削除するんです。
デバイスの画面は色のないモノクロ画面の方がドーパミンの放出量が少ないということが分かっています。ですので画面をモノクロに設定するだけで大きく魅力が低下します。モノクロにするだけで触る時間が減少するでしょう。また通知が来ていたら私たちはすぐに通知をタップしてそれを読んだり返信したりしてしまいますよね。だから通知をオフにしておけば触る時間が圧倒的に減るはずでございます。またこれは少し難易度が高いですが SNS のような魅力的なアプリを削除するというのはかなり強力な方法であります。私たちは魅力的だからこそデバイスの虜になってしまう。だから魅力をなくすためには消すのが惜しいなと思うようなアプリも思い切って削除しなくてはいけないんです。そうすることによって自分の時間や集中力をしっかりと守ってあげる必要があるんです。さて様々な対策をこれまで述べてきたわけなんですが重要なポイントはやはりデバイスから完全に距離を取る時間を生活の中にしっかりと設けてあげるということでございます。スマホを置いて散歩に行くのでも良いし友達と遊ぶときにスマホを家に置いておくのでも良いし職場から帰るときにスマホを置いて帰るのも良しです。とにかくどんな方法を使ってもいいですからデバイスから距離を取る時間を生活の中に設けていきましょう。そしてその結果なんだかすっきりするなとか幸福感が上がったなとかストレスが減るなと感じたら次からは自然とデジタルから距離を取りたいと思うようになるはずです。デジタルから距離を取る行動が自然とできるようになるはずです。その結果あなたはデジタル中毒から解放され徐々に自分の時間と人生を取り戻すことができるでしょう。まずはデジタル断食をやってみて自分がどのように感じるのかということをモニタリングしてあげてほしいと思うんです。それではこの辺で2限の内容をまとめておきたいと思います。デジタル断食を実行する方法を3つほど紹介させていただきました。1つ目はスマホや SNS をチェックする時間や回数を決めておき使用を制限すること。2つ目は生活の中にデジタルを触らない時間を組み込むこと。3つ目はデバイスの魅力をなくすことでした。それでは本日のハイライトに行きましょう。1限で今すぐデジタル断食を実践すべき科学的理由について述べ2限でデジタル断食を実行する方法を3つほど紹介させていただきました。さていかがでしたでしょうか。皆様本日はデジタル断食について熱く解説してきました。本日の内容に納得していただけましたら知っているだけでは何の意味もありませんのでぜひ一度実際に自分でやってみてその効果を実感していただければとても嬉しく思います。ちなみに実際にやってみた私の実感としては明らかにストレスが減り明らかに集中力が向上しそして幸福感も高まったということを実感しておりますのでぜひ皆様にもこのような爽やかな気分を味わってほしいと思います。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル論文解説チャンネル残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。